ここ星本市に謎の巨人が現れてから3ヶ月が経ちました。近年怪獣の出現が相次いでいた星本市ですが、今はそのほとんどを謎の巨人が撃退。正体は明らかになっておらず、地球防衛隊や各研究機関が調査を続けています。謎の巨人に対してどう思われますか？謎の巨人？ああ、頼りにしてます。防衛隊だと怪獣を倒すのにもっと時間がかかるじゃないですか。ちょっと怖い。何考えてるか分かんないですし。怪獣災害が続くと子育ても大変ではありませんか？やべ。もちろん怪獣災害に悩まされているのは星本市だけではありません。ごめんなさい。16年前エリ、回ってる回ってる。16年前、世界各地で怪獣が同時出現したあの日、いわゆる K-Day 以来、私たちの日常は怪獣と共にあり、その対策は人類共通の課題です。迷わないぞ。フォルダの片隅に残されたいつかのフォトーズ、映る笑顔を忘れかけてたはしゃぐ情熱、強くもっと早く声をつなぐ奇跡、描いた光が蘇える。軽く50メートルいってるよ。そんな装備で無茶です。岸殿、また力を貸してくれるのか。迷わないぞ。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。もしもし。あ、ですからスキッポは怪獣を倒す組織じゃないんです。怪獣災害の調査や分析、予防を専門とした。え、名前を言え。ユピーです。ふざけてなんか。キレた。おはようございます。おはよう、ユーマ。こんなとこで何してるの？所長とリンさんはモノホーンの無人モニタリングシステムから通知が来て慌てて出てったよ。異常発生だって。すみません。走れ、ユーマ。この角なんで撤去しないかな。一時は観光名所になんて話もあったが。無神経すぎます。ここに突き刺さってもう16年ですよ。防衛隊の研究施設にでも運べばいいのに。 K-Day で国内に出現した7体中唯一の宇宙怪獣の置き土産だ。防衛隊としても現場の保存にこだわる理由があるんだろう。それなら管理も自分たちでやればいいのに。おはようございます。遅い。すいません、状況は
また共鳴現象ですか？サーマルカメラが生体反応を捉えた。生体反応と言っても生き返ったわけじゃない。内部を移動する小さな生命体を感知したの。ネズミやリスが巣を作ったとか。正直その可能性も。とにかく調べてみます。所長。おう。肩車。肩車です。おお。どうしよう。スイッチ入ったな、ユーマ。ちょっと右です。右。行き過ぎました。左。生体磁気を検知。ただし該当する怪獣データなし。近いです。すごい音が。二手に分かれよ。ユビーは違う。ユビーじゃなくてユー。ごめん、ユーはあっちへ。了解、ユーにお任せ。大丈夫ですか？あ、今朝の。はじめまして。地球防衛隊宇宙科学局特別調査員、石堂周です。モノホーンに異常発生と聞き、こちらへ伺いました。スキップ、星本市文書所長、坂博史です。専門は地質学です。夏目凛です。専門は機械工学。ここではシステム担当してます。あの子は AI ロボットの P だよ。 U は今任務中。2人で U P だよ。すみません、ややこしい子で。僕は秘勢ユーマ。専門は怪獣生物学。入省3ヶ月目の新人です。先ほどはありがとうございました。行き違いの上、署員を助けていただき、私からもお礼と詫びを。いえ、お気になさらず。それより、あの怪獣のデータはありますか？はい。鎧甲殻獣シャゴン。獰猛な性格で、普段は地中に生息しています。時折地上に現れて、人間や家畜を襲うため、スキップでも対策を続けていました。今回不思議なのは、いつもと発生時期が違うことと。なぜ岩石を食べていたのか。ええ、肉食のはずなのに。あ、さっきの虫っぽいやつ。宇宙寄生生物ウーズ。宇宙怪獣に寄生して地球に飛来し、宿主を変えながら栄養源の炭酸カルシウムを摂取し続ける。海外ではすでに4件の出現例が報告されています。そうか、小児のには炭酸カルシウムが豊富だ。だから岩をガリガリと。
宿主はウーズが分泌するホルモンにより急激に成長し、餌を求めて暴れ回ります。餌さえ豊富なら数日中に最大身長に到達するでしょう。あの質問です。ウーズはモノホーンの中にいたのになぜ16年も見つからなかったんでしょう。ある種の寄生生物は宿主の死とともに仮死状態になって身を守ります。きっとそれと同じじゃないかと。それがなぜ今頃突然目覚めたの。それは考えに詰まったらコーヒーでリフレッシュです。コーヒーあったか ないあ、もちろん豆から引かずとも普通のコーヒーメーカーで十分。もっとないよな。 ないです。ない。あ、なんならインスタントでも。ないなかったな。え、それもない。なんてこった。コーヒーのない職場が存在するとは。ユーカだ。みんな、ユーカから連絡だよ。現在、石多摩地区上空、地上山方面から陥没が続き、生命反応あり。これから地下に潜入します。ギュー。ユー、大丈夫。平気だよ。でも焦った。今のシャゴン、さらに大きくなってる。アスファルトや土管には餌が豊富だからな。このまま行くと葉山化学工業に突き当たる。主な生産品は炭酸カルシウム。スキップ出動だ。了解です。こちらスキップ星本支部署。地球防衛隊怪獣対策班へ。報告済みの怪獣シャゴンは現在死傷者の動物から。皆さんが現場へ。武器もないのに。周辺住民への注意喚起や避難誘導を行うんです。でもそれは警察や消防団が。怪獣災害を最小限に食い止めるためにどんな協力も惜しまない。それがスキップです。ユーズの件、僕は完全に初耳でした。開示のデータは全研究機関で共有されているはずじゃ。宇宙絡みの案件は防衛隊の情報管理が厳しい。全てのデータが公開されているとは限らないんだ。協力体制は取っていても防衛隊とスキップの間には高くて厚い壁があるの。まだまだ青いね、ユーマ。知らなかった。石堂さん。
石堂さん、石堂さん、石堂さん。ユーマ、また力を貸してくれるのか。やった。また助けられたな。
少しは慣れたかな。おーい、ユーマ、どこ行ってたの？毎度毎度、あんまりヒヤヒヤさせるなよ。すみません、石堂さんは。石堂さん、ウーズの増殖体は母体とともに死滅しました。いつか俺を言わなきゃですね、ウルトラマンアークに。ウルトラ、いつまでも謎の巨人では失礼です。美しいアークだ。ウルトラマンアーク。石堂さん元気にしてるかな。ニューマまた言ってる。だってお別れする間もなく帰っちゃったし。やっぱ防衛隊とうちらの間には高くて厚い壁がある。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと聞いてくれ。本部からの通達で、本日より地球防衛隊の特別調査員が1名、この文書に常駐することになった。先日は大変お世話になりました。今日からさらにお世話になります。石堂修です。どうぞよろしく。未来はこの手にあるわ。手を取り合って夢見ていこう。建設現場に現れた謎の遺跡、怪獣伝説を信じる少年ハヤト君の訴えに僕と石堂さんは調査を開始。でもすでに森の主は1200年の眠りから目覚めようとしていた。次回ウルトラマンアーク、伝説は森の中に。走れユーマ。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。